どうも、すねこれです。今回も、端末括弧人気帳シリーズ、ドッキー神返し2やっていきたいと思います。パート4ということで、前回の続きからになります。前回はですね、ステージ15、生返しまでクリアしたので、今回はステージ16、脱走開始からやっていきます。ステージ16でーす。さっ、亀脱走注意って書いてますね。あれ?脱走してるよ。どうしようですね。どっかにいるのかな。亀くん、亀キキー。で、どうした、ぽいくん。あ、どうした。なんで、ぽいくん。どうしたんだい、ぽいくんだよ。リトライでーす。今、どこかに亀がいてるんだよね。袋は何が入ってたの何入ってたのなんだろう。まあ、まあ、いっか。神返しって書いてますね。修理。うわ、なんだってどっか行けるんじゃないか。ちょっと修理の神を消していこう。なんもない。いない。亀くんいない。ゴミ箱は?おー、どうした、ボイくん。入っちゃったよ、ボイくんですね。着替えますね。おかしいな。ここはいないね。椅子はあの椅子、なんか起きた。あ、これはね、多分ですけど、画鋲を外すやつだね。ペラ。あ、いける?ペラ。ペラララララ。なんだこのスイッチ。押す。暗いね。いける。上だ。カメキキー、カメくん。クリアー、返していこう。やったねー。CM でーす。よし、では次行きましょう。ステージ17。心霊開始。やっていきまーす。スネコはね、怖いの苦手ですよってことでね、もう出てますね。出てますね。触っちゃうとダメですよね。触っちゃうよ。あ、あれ?お、無事だね。あ、なんだ?なんか触っちゃったらなんか、うわ、けれどってね。出てくるかと思いましたけど、大丈夫ですと。なんもなかったですね。あ、待って、動いてる?なんか、怖い。あ、なんで?よーしよ。お清めしたよ。これ、あれだね、多分、一回動くたびに、どんどん出てきますね。ということなので、電気消そうか。誰かいける。何この、なんだこれ。よくわかんないやつ。あ。鏡はどう?いけ。君を見よ、鏡で。お?なんもない。お、どうですか?お?え、どうしよう。え?どうしよう。え、どうしよう。なんか紙解いてるけどどうしよう。塩振っていい?あ、ダメだ!ダメだったー塩は振っちゃダメなんですね。まあ、塩振っちゃったら、怒られると。違うぞ、言われると。じゃあ、まあ、鏡を見て、あ、違う。こうしてこうだね。で、はい。で、紙解いてるよね。あ、なに?うわぁ、なんか出てきたよ。え、なに?なに?え?あ、鏡入ってますね。どうですか?お、綺麗になりましたね。あ、変えてくれました。やったーやったー、塩は使わなくてよかったー。お清めしなくても大丈夫。さあ、次ですね。よし、では次行きましょう。ステージ18です。猫返し。お、猫返し、猫ちゃん返しですね。お、サンマかな。まあ、サンマか魚か。まあまあ、まどきな猫ちゃん。え見てただけだよ。え、ちょっと猫ちゃん、ちょっと魚取らないで。なんかあるか。ちょっとダメだ、ボイ君。まだ、おお、あ、そこだね。タップするんだね。どこ?こっちか。
ごめんね、猫ちゃん。どこ？あ、危ないよ。ごめんね、猫ちゃん。どう、ごめんね。ごめんよ。どこだ？ん？お？あ、いい感じじゃないか。あ、まだ行った。あ、上だ、上だ。どこどこだ？わあ、猫ちゃん！タン！ネズミ！あ、助けて！ネズ、おお。ネズミくん、ありがとう。おいしい、おいしいよ。魚がおいしく感じるよ。やったー、クリアですね。よし、では次行きましょう。ステージ19です。90、押し出し開始です。押し出しまし、押し出し開始ですね。押し出しましょう、言いましたけどね。さあ、どうしよう。残った残ったするかい？お、なんだこれ。あの、恵方巻きかな？食べる？あ、なんか、ちょっといっぱい食べた方がいいかな？食べようか。おう。焼き鳥も食べちゃえ。ん？増えた？もうなさそうだな。もう行くしかない。なんでちょっと、あ、負けた、負けた、負けました。ダメか。じゃあ、まだなんかあるのか。あ、ちゃんこ鍋だね。おー、で、焼き鳥食べましょう。で、あと、たこ焼きをいただいて、おにぎりもあるね。食べて、で、あとは、なんだ、あとこれか、恵方巻きですね。お、ちょうどいいですね。互角に戦えそうな、そんな感じの体験になりましたよ。じゃあ、これで、残った、やったー、勝ったぞー。クリアですね。開始成功でーす。やりましたね。やりましたね。よし、次だ。よし、じゃあ次行きましょう。ステージ20、破れ開始です。20面目、破れ開始。お、金魚すくいだ。金魚すくいですね。じゃあ、これ、網がありますので、まあ、すくってみましょう。なんでその大きいやつ狙うのかな、ボイ君。もうちょっと小さいやつから狙っていった方がいいんじゃないかな、ボーイくん。ボーイくん。さあ、仮面とかあるけど取れないですね。風車と、わ、わた、ま、わたがし。わたがしどうしよう。わたがし、誰か食べる？あ、食べるの？え、持っただけ？食べるかい？え、どうしよう。どうしようか。やらせる？どうだ？ああ、破れちゃった。あー、みんな、頑張れーす。じゃあ今度ですよ。じゃあ、ボーイくん、あ、弟。ちょ、待って、弟、あげた方がいいんじゃない？あ、え？え、まだもしかしてですけど、弟にやらせたとかあるかな？弟が、意外と、うまかったりしないかな？じゃあ、弟にやらしてみよう。どう？取れるかな？まあ、取れないだろ。取れたよ。すごーい。弟やるねクリアですね。やった。会議成功です。ステージはすいません。ということで、さあ、行きましょう。こんな感じですね。まあ、ちょっとね、まあ、取り逃した部分がありますが、まあ、半分以上は取れてるかな？取れてないかもしれない。ということで、戻りましょう。はい、ということで、今回のパートはここまでにさせていただく、使いましたね。させていただこうかなと思います。次回のパートは、ステージ21からやっていきますよってことで、少しでもこの動画良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、それでは、次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。